今回紹介するのは、いく物の繁栄を築く、後継社長の実務と戦略、という本です。昨年、後継者という生き方という、後継者が書いた後継者のための本を出した著者が、今度は、新米後継社長のための本を出したというので、早速読んでみました。後継社長は、著者が述べているように、 生まれながらに後を継ぐことを期待されて生きてきた後継者という存在その胸に秘めた思いや悩みは同じ後継者にしか真に理解することはできないという状況の中で何を学びどう行動しなければいけないのか創業者や社員にどう接していくのが良いのか先代から引き継いだ事業をどう今の時代に合わせどのように伸ばしていくか お著者が指導したり相談を受けた数々の事例をもとに独自の経営視点で解いています世の中には多くの経営書が出ていますが社長になったばかりの人がまず読んでみる一冊ではないでしょうか以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。